こういうもんです。大変ありがとうございます。よろしくお願いします。ね、今日なんか5組でね、もう僕で終わりなんで、なんかね、ここなんか7人ぐらい乗ってるのね。これよう見たらね、みんなじゃんけん、誰が会計するかじゃんけんみたいになってるんですよ、手だけ見たらね。誰が一人負けしてるみたいな感じね、そんな、なんかやっぱりね、その写真写るときどういうね、あれするかによりますけどね。僕の手何も出してないっていうね、もう手出しができないですけども、大変でございますけども、まあでもね、もう秋というか冬ですね、もういろんなことありましたけども、先週なんかもうね、いろいろありましたね、ハロウィンもありましたしね、ハロウィンに便乗してなんか電車の中で暴れたやつもいました、ジョーカーですか、ほんであの衆議院選挙ね、もありましたしね、まあ、天皇賞秋ね、三強対決でね、熱い戦いもありました。ね、まあ、天皇賞が一番大事だったんじゃないですか。やっぱり我に持ってくるのは難しいですよね。もうやっぱりもうどんアホみたいなやつも、アホのねお父さんとか出てね、なんか3000票ぐらい入ってましたけどね。3000人がだからね、もう3000人に喧嘩売ってくるわけですからね。もう悪口言おうもんなら、個人名出そうもんなら、3000人がもう兵隊になって襲いかかってきますからね。誰がアホやねんってね。もうツイッターとかフェイスブックとか、特にね SNS 関係ものすごい喧嘩になってましたね。なんか可愛い猫ちゃんのアイコンしてるやつが、どこどこの塔に入れるやつがバカやとか言ってね、ほんだらその変なおじさんのね、赤をやつが、誰がバカや、そんなこと言うやつがバカやとか言ってね、なんか猫と変なおじさん戦いやって、どんだけ可愛い戦いやねんね、どんだけええこと言ってても、やっぱりアホとかバカとか、やっぱりきつい言葉を使っちゃうとね、やっぱりどうしてもそのね、あれになっちゃうんでね、やっぱり喧嘩に揉め事になってしまうんで、やっぱりどうしてもそのアホとかバカとかね、で選挙行かへんかったら行かへんかったら、選挙行かないやつは日本から出ていけとか極論言われますからね。もう日本人の 45% ぐらい出ていかなあかんですね。まあ選挙の話はまあやめとこうかなと思うんですけど、やっぱりね、子供の方がねまた平和ですよね。もうや赤ちゃんなんですよ。ネタ被ってる。ちょっとネタ被ってしまうんですよね。やっぱり子供の方がねやっぱり大人ですよね。わけわからん。子供はねやっぱりね、もううんことか言ってたら笑うんですよ。なんで子供あんなにうんこ好きなんですかね。だから小学校とかあのトイレあるじゃないですか。男子用ってまあ立つ用と座る用あるんですけど、座る用個室になっててね、そこの休み時間とかドア閉まってるだけで、おーい誰かうんこしてるぞできますからね。落ちたらうんこもできないですからね。3年 B 組金髪先生みたいな運動ですからね。あれはとんでもないですけどね、まあ小学生バカですからね、本当にもう僕は小学校の時ね、男便所の壁、個室の中から、お道具箱のハサミで穴を開けて、女便所のゴロゴロして、僕は通れたんですよ。その穴を開けようとしたやつがいて、もうやばい、何やってんねんって、休み時間のためにコリ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 穴開けてるやつがいて、もうみんな止めてたんですけどね、もう悪で。なんで最後開通式やってね、覗かせていただきます。あかーん。どうしたんやって、手洗う場所しか見えない。女便所分かってなかったね。だから女便所の手洗ってる人が男便所覗けるという。小学生か、まあ小学生なんですけどね。まあしかしもう学校ね時代というのまあ中学時代ね、僕もいろいろね選挙ありました、生徒会長。ね、なんか知らんけど、まあ、おもろいから立候補したろうかと思って立候補したことがありますからね、生徒会長で私が今回生徒会長に立候補しました高田貴博でございます、ね、高ばっかりでございますけど、本名なんですが、太平太郎っていう名前で生まれたんじゃないんで、キラキラネームではございません、高田貴博でございます、ね、対立候補はキラキラネームでございますね、お手洗いと書いて、みたらい君ですね。上がキラキラネーム。上はね、あと金田君ね、キラキラしてるでしょ。金田君はね、金田さんかい？金田さんかい？のギャグでね、一世を風靡してる金田君でございます。ね、西の金田、東の高田と言われてます。私は、去年まで美化委員長を務めておりました。校内の厚生美化に勤めてまいりました。ね、まあ、体育館裏の校舎の壁に落書きをするなと、スプレーでペイントしたのは私でございます。先生とそれ自体がね、落書きするなって言われて消さされましたからね、よろしくっていうのを漢字で書いたからよくない。そんな、まあ、美化委員長を務めておりましたけども、私のマニフェストは、
マニフェスト、綺麗な学校作り、ゴミ一つ落ちてないように、もうゴミが落ちてるだけでもテンション下がりますね、もう空き缶とかもうなんかあのタバコのこのペッてやったやつ、あれ鬱陶しいんですよね、あの表面がね、タバコのあのペッて入るやつね、なんで中学校にそんな落ちてるかわかんないですけどね、あのおっさんすると思うんですかね、そういうゴミを、誰よりも早く投稿して、誰よりも授業が始まる前に、掃除をする、そんなマニフェストを誰か実現してくれるやつを探してくれます。他人任せまたそんな、私の、まあ、長所というか、まあ、アピってくれと言われる感じでアピりますけども、私は、心が優しい、心が広い、人畜無害でございます、ですから、まあ、誰かを罵倒したりすることはございません。そんな私の心とかけまして、ムッシュかまやつと解きます、はい、その心は、ヒロシと、私の心もヒロシ、かまやつもヒロシと、やっぱり生徒会長を目指すだけにあって、ギャグも会長とありがとうございます舘ひろし、三上ひろし、阿部ひろし、世の中ひろしは数あれど私ひろしじゃないんですけどね急に思いついて言ってしまいましたけど見つからない高田高弘でございます、そんな高田高弘でございます、ぜひ投票用紙に、高田高弘と、書いてください、アラビア語で食べるかという、政見演説をして、私は無事生徒会長になることはできませんでした。チーってなった。ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりした、これ腰下だから。ありがとうございました。あ、これ裏面もスターあるんですね。裏面今気づいた。裏には何が書いてあるのかな。こっちにたこ焼きが。あ、たこ焼きが。いやいやいや、それは書いてないですけど。はい、ぜひ、次はこの、なんですか、お笑いコンテスト、塚本お笑いコンテスト。よろしくお願いします。お願いします。これ誰でも出れるんですか。あ、誰でも出れますよ。ただ会社が止められるかもしれない。籠池さんが嫁とかも出るんだよ。出たら優勝。出落ちで面白いですけどね。ここは趣味でかな。話題にはなりますね。面白い。政治だったら OK。でもやってもらった方がいいですよね。やってもあれみんな敵に回すで、猫のアカウントとかが佐々木しっぽくはレイシストなとか言ってなんか書いてくるよで、このミケアートっていうのがあったら何ですか。ミケ島のアート展示、青空財団っていうのがありまして、はい、この辺りあの西淀川工業地帯、はい、で、まあ、前ね、前田さんちょっとご質問あって、今行くなっていう話だったから、あの、地盤沈下、はいはい、地下水組み上げで地盤沈下してるところで、地盤沈下、地盤沈下するぐらい、はい、もうほんまに、もう高価格スモークとかすごくて、そんなとこで笑いやってる場合かっていうそうそう、今は大丈夫なんですけど、それで、その青空財団っていうのができて、はい、そういったものをこう、直していくってことか、地盤上げていくことか、地盤上がらないですよ。で、その財団さんがやってるそのアートですね。いろんなところでだからアートがあって、はい、そこになんかスタンプを押して、で、我々のその子供笑いコンテスト、まあ、次回はですね、はい、12月の1週目の火曜日、はい、ありがとうございます。